アリウさん、ドメスティックバイオレンスこと早乙女太一くんがクローズエクスプロードの制作発表に出演し、こんなことを言っていました。撮影はすごく刺激があったし楽しかった。どれどれ、今回の太一くんの役柄は新入生で暴力のエリート鏡役。え、お前まだ人殴り足りねえのかよ。お前こないだモデルを一人再起不能にしたばっかだろ。たくしょうがないやつだな。西山ちゃんみたいな犠牲者を出さないためにも俺がいい人紹介してやるからな。小島恵子って知ってるか。まあもし知らなくても心配ないよ。太一くんならちょっと話しただけで絶対ぶん殴りたくなるから。しかも小島恵子の味方なんてこの世に存在しないから、いくら殴っても西山ちゃんの時みたいに誰も君を責めないから、きっとぶん殴りやすいと思うよ。お礼はいらないよ。だって太一くんはぶん殴れる、俺は小島恵子を始末できる。これは俺と太一くんがウィンウィンと感じるのか。気にせずぶん殴ってください。